こんにちは、ジャーマンアリス通信販売花咲寺ネットです。今日は2019年6月2日です。ここ高崎ジャーマンアイリス園ではもう花はほぼ終了しています。しかしいくつかの花が残っています。はい、白系ですね。白のフリルですね。はい、これは一つしか今回は咲きません。はい、こちら先日から咲いている白と黄色の花ですが、これが最後ですね。はい、ほとんど花は終了していますが、こちらも小さな株が一つ花を咲かせています。黄色に紫ですね。縁が白っぽいです。このように、はい、こちらも昨年植え替えてあまりよく育ってないものについて花を咲かせています。こちらもそうですね、うまい感じには咲いていません。つぼみもダメになったものもあります。このように去年植え替えた株でも一つぐらいは花は咲かせるような感じですかね。こちらの方ももう暑さでつぼみがダメのようです。ファッションクイーンがファッションクイーンですね。こちらが最後の花を咲かせています。はい、こちらもホールクロスですね。花があります。だいぶ夏草も伸びてきました。はい、こちらがビクトリアホールズですね。こちら最後に残っています。最後の花です。後半に咲いたブルースウェードシューズもあとわずかつぼみが残っている程度です。これが最後ですね。こちらのつぼみももう暑さのため咲かないかもしれません。こちらも暑くなるとつぼみがダメになる場合があります。こちらもこちら最後の花ですね。オレゴンから2年前に導入した品種です。黄色に下が紫。もうあとはほぼ終了していますね。アドレゴンがこれ最後の花終わったとこですかね。スプリングマットネスがこれが最後の花ですね。夏草もだいぶ大きくなってきました。スプリングマットですが、本来の色というよりもちょっと花弁の方が変わったような感じで咲いています。はい、これでもう今年の花は終了といった感じです。こちらも一部最後の花が残っていますが、ほぼ終了です。これからはこちらの畑ですね、旧畑ですね、古い方の畑の方でヘマロカリスが終わっていますが、そちらの方が少し花が咲き出しました。これから6月後半にかけてヘマロカリスの浜も高崎ジャーマンアイリス園で見れるようになると思います。それでは今日は失礼します。ジャーマンアイリスは終了です。